ション、ギャラクシアン。攻撃開始、ギャラクシー。行くぜ、ギャラクシアン。トゥルン、パンパンパン、プルン。こんにちは、アスムンジャーです。今日は、仮面ライダーブレイブ、ギャラクシアンクエストゲーマーを作ります。本物の方は、今日ですね、プレイ版から発送されると思うんですけど、とりあえず作ってみますね。ですね、テレビくんの4月号の40ページと41ページに載ってます。これをいつものように拡大コピーしてくれるんですけど、これちょっとページのこの写真の場所がここなので、普通にコピーするとちょっとこれかぶっちゃうので、紙を広げてからですね、コピーしないといけないですね。ですね、165% の拡大コピーをしてきたんですけど、このブレイブなんか足太いですよね。しかもなんか足めっちゃ短いですよね。いつもはもっとスリムでかっこいいですよね。ちょっとこれは中の人が違うのかもしれないですね。とりあえずカッターで切り抜きます。切り取りました。ブレイブの方はですね、レベル2に戻して肩アーマーを取った状態にします。そしたらですね、このパーツにテープを貼り付けてちょっとつけてみますね。この辺りですね。割とサイズは合ってるんですけど、やっぱりですね、このガラスのところですね、これがちょっとぼやけてる感じなので、ちゃんとクリアパーツでブレイブの顔が透けてる方がいいですよね。まずですね、顔の部分を切り取りました。で、クリアパーツの部分ですけど、このソフビが入ってた袋でもちゃんと透けるので、ちょっとこれ切り取って貼り付けますね。ちょっとですね、見えにくいかもしれないんですけど、貼り付けました。じゃあ付けますね。このぐらいでしょうかね。ギャラクシアンクエストゲーマーの完成です。ちなみにギャラクシアンの時は手に武器は持っていませんけど、胸に強力な光線砲が装備されているということです。そもそもギャラクシアンって何かっていうと、敵が特攻してくるタイプのインベーダーゲームみたいな感じです。ここに映っているトンボみたいなやつは敵の方です。要はこのゲームに出てくるプレイヤーの戦闘機がアーマーになってるんですね。せっかくなのでガシャットも作ろうと思います。ちなみにこの写真はなんとラクラクモデラーと全く同じ大きさです。これはもう切り取るしかないですね。切り取りました。そしたらですね、これをラクラクモデラーのタドルクエストのガシャットに貼りますね。おお、ほんとぴったりです。ちなみに今プレ版のページを見たら、発送予定の日付が消えてました。確かこの前18日って書いてあったと思うんですけど、もしかしたら変わったのかもしれません。というわけで、ギャラクシアンのガシャットとゲーマーを作ってみたでした。本物が届くのが楽しみです。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。